海上自衛隊大港地方隊は、横須賀基地が、母港のイージス護衛艦、マヤが、2023年11月17日に大港基地に初入港したことを発表した。イージス艦の入港にあたり、マヤ艦長が、記念の盾を大港地方総監に手渡したようだ。今回は、日本の海上防衛を担う主力となり得るイージス艦、マヤについて詳しく見ていきましょう。トマホーク搭載への改修工事が1年前倒しになる中、イージス艦への任務が重要視されています。出雲や加賀の空母化で変わる海上自衛隊。最強になるな。マヤ型護衛艦は海上自衛隊で最も新しいイージス艦である。基準排水量は約8200トンとなっていて、数ある護衛艦の中でも大型の部類に入る。ただし、今回入港した大港基地がある芦崎湾は水深が浅いため、マヤのようなイージス艦やヘリコプター搭載護衛艦などの大型艦艇が基地に接岸することはできない。そのため、大型艦艇が大港に入港する際は沖合に停泊するといった手段を取るわけだが、今後は芦崎湾にも大型護衛艦を係留させるための浚渫工事、山橋改修が実施される予定となっている。また、大港地方隊は横須賀地方隊に統合される見込みであると聞いている。もともと5は後方基地なので、イージス艦の配備がなされてないのは理解できるが、ロシアとの戦場にもなり得る北方の最前線である大港にはイージス艦が配備されていなかった。あるのは、すべて、汎用護衛艦 DD という歪な環境であり、基地機能の改修で大型艦配備が可能になった暁には混合型でもいいのでイージス艦の配備させたいものだ。確かに大港自体が手狭なので仕方ないけれども、北海道の陸地主力が南西方面へ出向く際には大港の DD がエスコートするため、大港地方隊としても可能な限り手厚くしてもらいたいところだろう。大港地方隊が横須賀地方隊に統合されるという組織の効率化、合理化もさることながら、大港の浚渫、桟橋工事による機能拡大は、改めて、対ロシアという視点と、間もなく寄港するイージスシステム搭載艦といった護衛艦の大型化を実施する絶好の機会である。特に、イージスシステム搭載艦は、満載で1万5000トン前後にもなり、常時ではないにしても、弾道ミサイル防衛任務では、日本海が主要な行動範囲となることから、舞鶴と合わせて基地機能の拡大が必要となったのだろう。また、芦崎湾の水深は10メートル程度しかなく、青森県のむつ市議会から浚渫工事の要望書が政府に提出されており、名目上は大地震等における災害物資の受け入れ集積を目的とされている。これと合わせて大型艦艇を配備することに関しても要望が出されており、沖合停泊や修理補給等で多港への開港で多くの時間がかかるため、隊員やそのご家族と過ごす時間が相当削られてしまっている現状を改善することにもつながる。工事完成は2027年度末を目指しており、自治体としても保管基地完成での修繕等産業の拡大を目指している。港の海よのずといえば思い出される一つのエピソードがあり、本州と北海道の大動脈と言われた国鉄青函連絡船とは、連絡船の航路を横断するルートが多々あった同基地所属の護衛艦との進路妨害案件が頻発し、お互いが犬猿の仲と言われていた。トンネル開通により廃止が決まった連絡船の最終運航日に即動待機を命じられていた護衛艦に対して、訓練のための緊急出動が発せられ、おっとり刀で港を後にした。同時期に青森を出た直後の連絡船のブリッジでは、右鶴から急速に近づいてくる一隻の護衛艦の姿を確認し、キャプテンは最終日にもまたやらかすのかと苦々しく思い、事態に備えた。すると、船が進路を変えて連絡船と並走を始めたのだ。艦橋のオフィサーをはじめ、甲板上には出焼き総員が並び、挙手の敬礼をし、トーツル礼式をもって、海峡の主であった連絡船に敬意を表した。これぞ、まさしくシーマンシップの鏡と言っていいだろう。
緊急訓練出動という名目で出航させた基地司令の息を感じたエピソードであった。海上自衛隊は、第一次防衛力整備計画期間中の天津風によって、ターターシステムを搭載したミサイル護衛艦 DDG の整備に着手した。その後、第三次防衛力整備計画より建造を開始した立ち風型3隻で、システムのデジタル化と、海軍戦術情報システムに準じた戦術情報処理装置を導入した。そして、53中将より建造を開始した畑風型2隻では、戦闘指揮所能力の強化とともに、プラットフォームのガスタービン化も達成するなど、順次に性能強化を図っており、特に、畑風型に関しては、在来型ミサイル護衛艦の頂点に立つものと評されていた。山東など複数の中国海軍艦艇は、10月28日から11月5日にかけて、太平洋を、右往左往と航行していたそうで、陣容は、空母山東の他に、連配級ミサイル駆逐艦1から2隻、ルーヤン III 級ミサイル駆逐艦2から3隻、ジャンカイ II 級フリゲート1から3隻、冬級高速戦闘支援艦1隻という構成となっていた。なお、日本に最も近づいた10月28日には、宮古島の南約 430km の位置にいたそうだ。この航行演習の間に、空母山東において、関西戦闘機による発着艦を約420回、関西ヘリコプターによる発着艦を約150回、合計で約570回の航空機による発着艦を確認したとされている。お騒がせな中国海軍に対して、海上自衛隊は、広島県の5基地を母港とする第4護衛隊所属の護衛艦、さざ波、さみだれ、同じく、5基地を母港とする第12護衛隊所属の護衛艦、海霧を出港させ、所要の情報収集、警戒監視を実施したほか、関西戦闘機の発着艦に対しては、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させて対応した。中華人民共和国の航空母艦の山東は中国初の国産空母であり、艦番号は17が付与され、当初は、遼寧の準同型艦として001A 型と仮称されていたが、2019年12月17日の就役と同時に002型と発表された。なお、日本の防衛省はアドミラルクズネツォフ級に分類している。山東は、先行して就役した001型、遼寧と同じく、アドミラルクズネツォフ級航空母艦をベースとしており、外見上、環境構造物、アイランドの形状以外には、大きな違いは見られない。アイランドは、遼寧よりも、長さが10メートルほど短く、幅もスリムになっていた。これは、遼寧が、高緯度の低温海域での行動を前提に、ソ連で設計されたこともあって、艦上機前機を艦内に格納することを前提とした結果、アイランドにも、多くの区画が配置されて65メートル超と大型化していたのに対し、中国海軍は中低緯度での行動を想定していたことから、艦上機を露天掛かり止めで運用することもできるようになり、その分、飛行甲板上での航空機の取り回しを重視して合理化できるようになったためである。一方で、高さは1段増しており、2段になった艦橋は、上段が航海用、下段が司令部用となっている。機関は、001型と、同じく、8機のボイラーと4機の蒸気タービンを用いた、ギアードタービン方式と言われており、中国メディアによると、最大速力は31ノットに向上しているらしい。燃料としては、重油を、1日約200トン消費するとも試算されており、当然、環境配慮などは考えていないだろう。今回の航行訓練で日本海域近辺へ入る以前に、台湾国防部は、中国海軍の空母、山東などの艦隊が、10月26日に、台湾とフィリピンの間のバシー海峡を通過して、西太平洋に侵入したと発表していた。山東は、2023年4月と9月にも、西太平洋を航行し、戦闘機などの発着訓練を実施しており、台湾国防部は、周辺の海域と空域の動向を綿密に把握している。適切な戦力を派遣して監視していると主張し、
この空母を26日に撮影したものだとする写真を公開した。台湾国防部は、この発表に先立って、26日午前に、中国軍の戦闘機や爆撃機のほか、早期警戒管制機や無人機など、多数の航空機が、台湾周辺海域の上空で勝手に活動したことを明らかにした。このうち、延べ15機が、台湾海峡の中間線を勝手に越えたり、台湾の南西沖の防空識別圏に侵入したりして、艦艇と共同の戦闘準備パトロールを実施したことも確認されている。山道を含む複数の中国海軍艦艇は、6日に南シナ海へ向けて航行したというが、こういった訓練を、見せかけとして台湾に侵攻する準備を整えるのかもしれないので、十分に警戒する必要がある。